リエキーズへようこそ。今回はリキーダディダディブネサプロデューストバイナリスケビートの作り方を解説いたします。この曲をプロデュースしたナリスケさんは福岡出身です。個人的な面識はありませんが、私も福岡に住んだことがあります。そしてフリーさんという共通の知人もいることから、今回の動画を作ろうと思いました。彼の他の音源もとっても素晴らしいので、ぜひチェックしてみてください。それでは本題に行ってみましょう。この曲の BPM は80で、キーは A メジャーです。本題に入る前に一つだけお伝えしたいことがあります。すべての音源はガレージバンド付属のものを使用しております。皆さんも他の会社のソフトウェア音源に頼らず、あるものでこの曲を再現することを挑戦してみてください。ドラムのパターンは2つあり、とてもシンプルです。これによってラップを引き立たせ、リスナーたちにしっかりと音源を聞かせるテクニックとなっております。曲の最初に爽やかな波の音が聞こえますね。オーシャンウェーブズマジュラーを使用してこの音を再現してみました。聞いてみましょう。次に声ネタです。ベースが入ってきてから曲全体に聞こえる。きらびやかな音の正体はこれです。ドリームボイスを使っています。ビーバップオルガンで3つのノートを味付けします。続いてギターの音が聞こえますね。ディレイを足して山びこ効果を付け加えます。これを使用することで小節つなぎの役目を果たしています。ギターに関してはクラシッククリーンを使用しました。こんな感じです。最後にこの曲のアクセントになっている美しいハープのメロディーです。これは大きな展開のトランジションに使用され、曲全体の重要な要素となっております。ガレージバンドのハープを使用しています。こちらがメロディーラインです。ウーリッツァーを使用してメロディーを弾きました。A メロを聞いてみましょう。B メロはこんな感じです。コード進行に関してはクラシックエレクトロニックピアノを選びました。2つのコードとダイアードコードを使用しています。このパターンは曲全体で流れていますね。ここはポイントなんですが、
かっこいいことに、この曲のキーは A メジャーにかかわらず、成助さんは2つのマイナーコードを使用し、おしゃれでエモさを付け加えています。聴いてみてください。ベースラインはとてもシンプルです。曲全体で弾くことはせず、他の楽器がちゃんと呼吸できるように計算されていますね。抜きの美学とはまさにこのことでしょう。スーパーサブ88ベースを使いました。お疲れ様です。本日の動画はどうでしたか？この動画を作成するのはとっても楽しかったです。これを機会にたくさんの方がガレージバンドを開いて曲作りに挑戦することを望んでいます。オリジナルソングに関わった方たちとかけられた時間は計り知れないものであり、この芸術作品に敬意を表して改めて感謝の気持ちを伝えたいです。私の願いはこの動画を通して皆さんがインスピレーションを受け、何か新しい音楽を制作するモチベーションにつながればいいなと思っております。ぜひオリジナルソングを聴いてみてください。そしてアーティストさんたちをサポートしましょう。もしこの動画が良かったと思ったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。そして他にリクエストがあれば、コメント欄にてお知らせてください。皆さんのフィードバックが次回の動画を作るモチベーションとなります。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。